しいあるある。じゃあカットしていきますね。お願いします。インスタか。カット中にスマホを触っていると何してるのかなと無意識に覗いてしまう。かゆいところはないですか。はい。あ、やめて、服濡れる。シャンプーの時に自分で頭を上げてくるお客さんに焦る。シャンプーは寝ながらでもできるようになる。いや、シャン、僕ハゲてきてないですか。どうですかね。ハゲてないですかとガチでハゲ気味な人に聞かれると何と答えていいか困る瞬間。これからお出かけですか。はい、これとデートです。これからお出かけですかは定番の決まりも。ちょっと終わりました。ちょっと短いような。1週間後にはちょうどいい感じになりますよ。カット後に1週間後にはちょうどいいですねと言った時はだいたい切りすぎている。ねえねえ、一番おすすめのシャンプー教えて。一番おすすめの市販のシャンプーは何という質問の多さ。これから彼と遊園地に行くんですよ。だから可愛くカットしてもらえてよかったです。ドライヤーオンで話の内容が聞こえないけど笑顔でちゃんと聞いてます感を演じる。カット前、お任せでお願いします。承知しました。カット後、前髪はもう少し切って全体的にもっと軽い感じにしてください。お任せちゃうかい。お任せでというお客さんに限って後から注文が多い。あれれ、ネイリストあるある。見て見て、じゃーん。サロンの電卓はデコラレ率高め。ねえねえ、どのデザインが可愛い？自分の爪は練習台だから左右のデザインや長さがバラバラ。あとはここは眠気やば。施術中に一瞬寝落ちしてしまうことがある。今日は花粉症がひどいのよね。常にマスクをしているため鼻水防止のティッシュを詰めてもバレないから平気。私したらいいのかわかんないんですよね。お客さんが爆弾発言悩み相談してくる。結構生えてるな。指の毛が気になりすぎて施術に集中できない。どうしようかな。小指の爪が小さすぎるな。フットネイルで小指の爪がものすごく小さい時どうしようか迷う。よし、これでカバーしようっと。完成後ホコリや毛が入っていることに気づいたらラメかストーンで上手に隠す。強烈。仕事帰りのお客さんの足が臭すぎてマスクの効果なし。あるある、あれれ。脱毛サロンスタッフあるある。それでは脱毛部位の説明していきますね。いやー、ちょっと恥ずくないですか。 VIO の説明を始めた途端に妙にハイテンションになるお客さん。裸を見られるのを恥ずかしがっている客に対してスタッフは見慣れており何とも思わないから温度差がすごい。正直入念に洗ってきてほしい。 VIO 部分にトイレットペーパーやうんちの吹き残しがついている人がたまにいらっしゃる。多分剛毛だろうな。可愛い人ほど毛が濃い人が多いような気がする。あれれ、美容部員あるある。さーてと、仕事に行く準備しようかな。化粧するか。で、引き出物できてんじゃん。最悪。仕方ね。アイライナーでごまかすか。引き出物はアイライナーでほくろにしてしまう。ちょっと急がないと遅れちゃうわね。通勤時にメイクがバッチリすぎて私服とのギャップが激しい。どれにしようかな。あら、すっごくお肌が綺麗なお客様。私よりも綺麗。しかもおしゃれ。担当したくないな。自分より肌が綺麗でおしゃれなお客さんはあまり担当したくない。いらっしゃいませ。すみません、メイクしてほしいんですけど。かしこまりました。これからお出かけですか。推しメンのコンサートに行くんですよ。なるほどですね。嵐や三代目 JSOULBROTHERS とかのコンサートがあるときはメイクしてほしいというお客さんが増えがち。お客様、お肌綺麗ですね。いやいや、そんなことないですよ。実は最近シミが。なるほどですね。お肌の悩みを聞き出すためにとりあえず褒める。いらっしゃいませ。ありがとうございました。すっぴんで来客しフルメイクで何も買わずに帰っていくお客さんにあぜん。あー、やめてー。取り替えたばかりの口紅テスターをそのまま唇に塗っている人を見つけた時の絶望感。あ、おなら出ちゃった。こういう時はこれで大丈夫。どうぞ、いらっしゃいませ。ア
誤っておならをしてしまってもテスターの香水でごまかせるから平気。化粧は毎日しっかり落とすように気をつけてくださいね。ふぅ、仕事頑張った。疲れたな。あー眠たい。化粧落とすのめんどくさ。もういいや、寝よ。化粧を落として寝てくださいというくせに自分は落とさず寝る時がある。あれあれ、あるある。メイクアップアーティストあるある。あともう少し、もう少しだ。それにしても重いな。仕事道具が大量なので仕事現場までの移動が大変。ほらほら見て、じゃーん。人の顔を触るから爪は常に短くしている。あ、終わった。メイク時の姿勢が横から割り込む体勢のため腰痛がひどい。くしょ、キリキリせー。くしゃみされそうになった時の焦り。うんうんうん、ヒゲ生えてますよ。処理されていない口周りの産毛が気になる瞬間。あるある、あれあれ。化粧品メーカー会社員あるある。新人研修で男性もフルメイク。医薬品医療機器等法、特定商取引法、景品表示法。法律って難しいよね。法律が厳しすぎるため報告を作るのはめちゃくちゃ大変。僕たち、私たちは結婚します。男性営業社員は美容部員と結婚する人が多い。な、なんなのこの CM、 すごい革新的すぎる。2009年のマキアージュアイコニックの坊主は業界で衝撃が走った。会社の研修日はメイクを落とすから社内ですっぴんを見られるけど割と平気。あるある。エステティシャンあるある。自分より可愛いお客さんが来たら嫉妬心を込めてちょっと強めにマッサージ。痩せますかね。はい、痩せると思いますよ。私の方がね。痩せるためにエステに通うお客さんよりもエステをする側が体力使うから多分痩せる。お客さんを傷つけたら絶対ダメだからね。引っかかないように常に深爪気味。フェイシャル中にお客さんは目を閉じているから見つからないように変顔をして一人遊びをする。お客さんが寝るとなぜか自分も眠くなる。熟睡しているお客さんがデッペする。あるある、あれあれ。鍼灸師あるある。お、なんだか効いてきた気がする。自分が風邪をひいたら薬に頼らず意地でも鍼灸で治そうと試みる。優しくしてや、姉ちゃん。あ、はい。ガチモンの入れ墨がチラチラ見えて緊張で手が震え音量発揮できない。はい、じゃあ始めますね。本当ですか？本当に痛くないですか？初めて針をするとき女性より男性の方がビビる人が多い。いい香りだな。手と手の匂いを嗅いだときに染みついたもぐさの香りで癒されがち。いいわ、作れる。自分の顔に自分で針を打ち美容意識を高めがち。なる、簡単に痩せるツボってないの？いやー、それはちょっと。ツボで手軽に痩せようとする人の多さ。え、これいつのものだ？ポケットからいつ使ったかわからない新感が出てきがち。では始めますね。あ、ずれてるんですけど。服をまくるとブラジャーのホックがずれて止めている人がいて気になる。股間や肛門にもツボがあるんだよ。知ってた？マジで？飲み会で必ず盛り上がる鉄板の下ネタ。あるある、あれれ、あるある、あるある、あるある。